ニコラス・アレクサンダー・カスティアノスは、アメリカ合衆国フロリダ州、ブロワード軍デイビー出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。MLB のシンシナティレッツ所属。愛称はニック。2010年の MLB ドラフト一巡滅移保で、デトロイト・タイガースから指名され、8月16日に入団。高校時代は、遊撃手だったが、プロ入りと同時に三流種にコンバートした。この年、 参加のルーキー級、ガルフコーストリーグタイガースでプロデビュー。7試合に出場して打率。333、三打点を記録した。2011年は A 級、ウェストミシガンホワイトキャップスでプレーし、135試合に出場して打率。312、7本類七76打点、3盗塁を記録した。2012年は、 AAQ レイクランドフライングタイガースに昇格、55試合に出場して打率、405、3本塁打、32打点、3盗塁と結果を残し、6月4日に AAQ エリーシーウルブズに昇格した、79試合に出場して打率、264、7本塁打、25打点、5盗塁を記録した。a q エリー昇格後は右翼手に挑戦し、 51試合に出場している。オールスターフューチャーズゲームでは MVP を獲得した。2013年は、トリプル A 級トレードマットヘンズで開幕を迎えた。134試合に出場して打率、276、18本類打76打点、4盗塁を記録した。トリプル A 級トレードではすべてが野手として出場した。 セプテンバーコールアップとなる9月1日に40人枠入りし、メジャー初昇格を果たした。同日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビュー。代打として出場し、2打数無安打だった。この年メジャーは11試合に出場して打率278だった。オフの11月20日に一塁手のプリンス・フィルダーがテキサス・レンジャーズへ移籍。 タイガース GM のデイブ・ドンブロースキーは三類種のミゲル・カブレラを一類種として起用しカステラノスを三類種として起用する考えを明らかにした2014年2月24日にタイガースと一年契約に合意した三類のレギュラー一年目のシーズンは常時使われて規定打席に到達打率259、11本類打、66打点に投塁を記録した 2015年は154試合に出場した。打率こそ前年とほぼ同水準の255だったが15本類打73打点はいずれも数字を上積みした。しかし出場試合数の増加に伴い三振も12個増えた。2016年はオールスターブレイクまでに85試合に出場し、打率302、17本類打 51打点、オプス、875という抜群の打撃成績を上げていた。後半戦は、多少調子を落としつつも、強力打線の一角を構築していたが、8月に、左手に支給を受けて、戦線離脱。これが、長期に及んだ影響もあって、その後は、成績が伸びず、最終的には110試合に出場して打率、285、18本塁打。 58打点に止まった。守備面では改善が見られず、108試合の3塁守備で急失策、守備率965という内容だった。2017年は157試合の出場で打率272、26本塁打101打点の成績を残し、自身初の100打点超えとリーグトップの13塁打を記録した。守備面では、 チーム事情により、9月からは、右翼手として起用された。2018年は、ヘーメル・キャンデラリを三類手に固定したため、右翼手へ、完全コンバートされた。8月13日のシカゴ・ホワイトソックス戦で5打数後アンダー5打点の爆発を見せるなど活躍し、その週のプレイヤー・オブ・ザ・ウィークに選出された。最終成績でも157試合の出場で打率29。298。 23本打、八89打点を記録した。2019年はタイガースで100試合に出場し、打率273、11本打、三37打点、出塁率328を記録した。シカゴカブス時代7月31日にアレックス・ランジ、ポール・リチャンとのトレードでシカゴカブスへ移籍した。カブスでは51試合に出場して打率。 321、16本塁打、36打点、出塁率。356を記録し、68アンダ中21、2塁打と、アンダの3本に1本に2塁打を記録した。最終的には両リーグを渡り歩き、151試合に出場して打率。289、キャリアハイとなる27本塁打、73打点で、出塁率。 337を記録した。また、58にルイ打は両リーグ合算での記録となったものの MLB シーズン歴代10位を記録し、右打者では1936年の上上目同育以来となる83年ぶりの快挙となった。オフの10月31日に FA となった。2020年1月27日にシンシナティレッツと4年。 総額6400万ドルで契約を結んだ。オプションとして2020年と2021年シーズンのオプトアウト、MVP やオールスターゲーム選出をはじめとする表彰等での出来高が含まれている。また、2024年シーズンの選択権を相互が所持し、バイアウトの際は200万ドルが支払われる。2021年4月3日のカージナルス戦で、 ジェイク・ウッドフォードから指揮を受けて出塁し、パスボールの間に本類に切録し、タッチアウトになったが、その際に、ウッドフォードを同括し、両チーム入り乱れる乱闘となり、カステイアーノスは退場となった。MLB、ニック・カステイアノスに関するカテゴリー、ありがとうございます。